エドワード・マシュー・ウォードは、イギリスの画家である。イングランド内戦から、名誉革命までの歴史に題材を得た作品を描いた、ウェストミンスター宮殿の壁画などで知られている。ロンドンの中心部、ピムリコに生まれた。おじに、作家のジェームズ・スミス、ホーレス・スミスがいて、若い頃に、おじの小説、リジェクティとアドレシズの挿絵を描き、アメリカの作家、ワシントン・アービングの著作の挿絵も描いた。 1830年にロイヤルソサイティオブアーツの賞を受賞した。画家のデイビッド・ウィルキーや彫刻家のチャントレイラの支援を受けてアカデミーで学んだ。1836年からローマに滞在し、1838年にローマのアカデミア・ディ・サン・ルカで作品が入賞し、翌年この作品はイギリスのアカデミーでも展示された。学生の時代にリチャード・ダッドと共に、 アカデミーの権威に批判的な若い画家のグループ、ザ・クリックのメンバーとして活動し、ウィリアム・ホガースやデイビッド・ウィル・キーラのスタイルを受け継いだ。1850年代に、ラファエル全派の画家たち、特にジョン・エヴァレット・ミレーと賞を争い、論争した。1870年代の後半になって、うつ病に悩まされるようになり、1879年に自宅で喉を切っていたのが発見され、 自殺と認定された。1843年に動物画家、ジェームズ・ウォードの孫で、当時11歳のヘンリエッタ・ウォードと会い、1848年、結婚した。ヘンリエッタも後に、歴史画家として知られるようになった。息子のレスリー・ウォードは有名な挿絵画家になった。ありがとうございます。